駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。今回紹介するのはこちらのビデオゲーム基板です。この基板ね、インストとかがついてないんで、正式なタイトルはよくわかんないですけど、このね、ロムに NRX って書いてあるんで、多分ね、これニューラリー X じゃないかな。でもね、基板にナムコのロゴがないんで、コピー基板なのか何なのか、ちょっとね、詳しくわかんないですけど、まあでもね、基板のハードウェア構成なんかをね、ちょっと紹介できればなと思います。でね、この基板ね、2倍基板なんですよね。こうやってハーネスで上下ね、くっついてますね。で、CPU はこちら Z80 ですね。ノステックの Z80CPU って書いてありますね。で、ROM は 1,2,3,4,5,6,7,8 までありますで、16kbのロムですね。それが8個なんですけど、これロムの製造年を見ると80年と81年度なんで、多分この基板81年製なんじゃないかな。まあ大体ね、この、IC とかロムのね、製造年で、まあ、基板のね、作られた年数がわかるんですよね。あとはなんかね、これコピー対策なのか、このね、こういうソケットに乗った、なんていうのかな、カスタムチップなんだかギャルなんだかがついてますね。で、他には、これがダムですね。2114。これ、4ビットラムだったかな。国取り合戦にもね、2つ使われてたんですよね。4ビットラムが、12個。ついてますね。このね、ちょっと、拡張ボードみたいなのがあって、この下にもあって、合計 S ラム12個載ってますね。で、この拡張ボードもこれ何なんだかね、これもコピー対策なのかな。まあでもこの基板自体がね、純正なんだかコピーなんだかわかんないんですけど、まあ、コピー品がね、コピー対策してるってもね、おかしな話ってことになりますけど、まあこんな感じですね。あと、これ水晶ですね。これね、なんか、私の感覚だと、この CPU のね、近くに、こう水晶って置くようなもんじゃないかなってのが一般的だと思うんだけど、CPU から結構離れてるのがね、ちょっと、印象的ですよね。表面はこんな感じですね。じゃあ続いて、裏面の解説いきたいと思います。今回紹介するのは、こちらの、駄菓子屋ゲーム博物館チャンネルのキャラクターキーホルダーです。まあ素敵社長、これ2000円ぐらいのご紹介ですか。いやー、高くは売れません。税込み送料無料で1100円でご紹介です。安い、嬉しい社長、ありがとう。お申し込みは駄菓子屋ゲーム博物館オンラインショップを検索。では続いて裏面を見ていきたいと思います。裏面にもね、ロムが載ってますね。 16kbの、ロムが2つ、これが9番と10番ってことで、トータル10個の 16kbのロムが載ってますね。あとはまあこの辺もね、コピー対策が何のか、こういうね、ギャルのチップが載ってますね。あとはまたこのね、拡張ボード、これも何なのかな、機能拡張なのか改造なのかコピー対策なのか、ちょっとよくわかりません。あとここにもね、 NRX って書いた、ギャルかな。で、この辺にあとは設定用のリップスイッチも載ってますね。まあこんな感じですかね。まああとはね、ハーネスもついてますね。まあこの頃のね、基板は、まあ、CPU は使ってるんだけど、まあ、グラフィックプロセッサーみたいなのが使われてないっていうのがね、ちょっと印象的ですよね。まあ、私もね、昔、まあ、駄菓子屋だとか、ゲームセンターでもね、ちょこっとね、ニューラリー X 遊んだんでね、今回、懐かしくてね、紹介していました。この動画ね、好評だったらまたね、ビデオゲーム基板、紹介しますんでね。グッドボタンお願いします。それではさよなら。じゃんけんタイムでござる。いきますよ。
最初はブンブンじゃんけんポン。バイ。